イワシの頭を焼いた匂いと煙で鬼を追い払う焼かがし神事。広島市中区の住吉神社で毎年節分の日に行われている祭りです。ただ神事といっても、人々を苦しめた大雪に、ウェディングドレス姿の結婚詐欺女、全国で社会問題になった煽り運転などなど、毎年世相を反映した鬼や神が登場し、境内を賑わせます。ルール違反じゃありませんよ。やはり少しでも皆様に親しみやすく感じていただきたいという思いから、毎年鬼を変えて笑いで厄を追い払っていただいて、この焼かがし神事は3年ぶり。今年はどんな鬼や神が登場するのでしょうか。祭りの本番1週間前。痛い、関節痛い、熱もすごいわ、大変でございます。赤鬼がやってまいりました。貧乏神がこんな感じよ、うん、早口で話してるともう何言ってるか全くわからないから。住吉神社の社務所では祭りで披露する寸劇の練習が行われていました。あら、何かしら、ちょっと偉いこと。出演者に演技指導しているこの女性、森脇よしかさん。実はこの人、さようでございますね。少し違った衣装を着させていただこうと思っております。丁寧すぎる言葉遣いからお言葉少女と呼ばれ、テレビなどに何度も登場してきました。箸を引きつけるみたいな動作でございます。そうでございますね、もうそういう状態で、それでも30度になりますので、求めるとか受けられるとか。現在は宮司の補佐役、ネギとして神社を取り仕切っています。たた大変でございます。なんと祭りの脚本と演出を自ら手掛けているんです。ないやろ。寸劇で鬼や疫病神などを演じるのは役者を志す若者たち。イワシ千匹の頭をやって、違う、頭が大事なのよ。皆の者急ぎてイワシ千匹の頭を焼きて追い払うように。イワシ千匹の。10代の頃は自ら寸劇にも出演していた森脇さん。30度で、お、深すぎる、このぐらいです。おのずと演技指導にも力が入ります。あまりうまくいかなくてちょっと難しいです。厳しいですけど、こう分かりやすく教えてくださるので、こちらとしてもありがたいですね。住吉神社は1733年、住吉三神を勧請したのが始まり、江戸時代に浅野藩の船の守護神として信仰され、航海安全や学問成就などの御利益があるとされています。厄を追い払うこの焼かがし神事とも深い関係があるとされています。住吉神社の神様は水の神様、航海安全の神様とされておりますので、お魚を使った焼かがし神事を通して皆様に厄払いをしていただくという意味合いがございます。本番2日前、千葉県で水揚げされたおよそ20センチの大きなマイワシが神社に届きました。早速神殿に運ばれ奉納されます。
りで使うのはイワシの頭のみ。地元の料理人の手で切り落とされ、イワシの身は氏子や地域の人などに振る舞われました。全く初めてです。はい、あのですから、まあ、楽しみね、あの来させていただきます。すぐ近所ですからね。イワシの頭とともに使われるのはヒイラギの枝。一体どんな意味があるのでしょうか。節分と申しますと豆まきが一般的でございますけれども、平安時代ではお魚を頭を焼いて、その匂いと煙で鬼を追い払うというのが一般的でございました。日本最古の日記文学の一つ、土佐日記。平安時代中期の記事には、正月、しめ縄に名吉、ボラの頭とヒイラギがつけてあったと書かれています。その後、鎌倉時代にボラがイワシの頭に変わったと言われています。尖ったヒイラギの葉っぱは触ると痛いため、古くから厄除けに使われたようです。2月3日、節分の日、八重樫神事本番です。3時間しか寝てないです不安であんまり眠れてないですね。平安時代の貴族をモチーフにした衣装をまとい、役に合わせたメイクをしていきます。それで、そうこの子は上手よ、お化粧が。そういうこと 病気だから、それ病気っぽいわ。そういうことイワシを焼く焼き場の火は宮司自ら起こします。煙を多く出すためにこんな工夫が。頭も焼くんですけど、まあ、それだけでは、まあちょっと身の方も一緒に焼きますので、焼けると煙が上がりますので、一気に、はい、神社には平日にもかかわらず多くの参拝者が集まり、その時を待ちます。午後2時、3年ぶりの八重樫神事が始まりました。いよいよ寸劇の始まりです。大変じゃー、若君様、若君様、赤鬼がやってまいりました。何、急いでイワシ千匹の頭を焼いて、おい、神社に現れたのは赤鬼。大変ですよ、赤鬼ですよ、赤鬼。巫女たちがイワシの頭を焼き、大きなうちわで煙をかけると、
その匂いと煙で鬼は慌てて逃げていきました。お待ちかね、世相を反映した鬼や神が登場。文書高の影響でしゃがんでおります。何もかもの不思議な物語があって、よろしければお恵みをお願いします。ろくな買い物ができておりません。物価高に苦しむ貧乏神、煙を浴びると貧乏神は退散していきました。ありがとうございました。続いて現れたのはオミクロン株とインフルエンザに同時感染した疫病神。ここで森脇さんが突如動き出しました。もうちょっと絡むように言って、もうもっと近づいていいから他のお兄さん。治るわよ。そう。皆さん、限界や。宗教団体をめぐる問題で明らかになった高価な印鑑や壺を売りつける霊感商法女。森脇さんの指示のもと参拝者も巻き込んでいきます。森脇さんが考えた世相を反映した鬼たちが次々と退治され、神事は終了。自分的にはちょっともうちょっと頑張れたかなっていうふうに思ったんですけど、喜んでもらえたのでとても楽しく嬉しい体験でありました。いっぱい反応してくださったんで、それも嬉しかったです。焼いたイワシの頭はヒイラギに刺して参拝者に配られました。鬼が逃げていくだけあってね、すごいです。怖かった。持ち帰った焼いかがしは魔除けとして玄関先に祭り、一年の無病息災を願います。久しぶりにね、やっぱり厄払いですから大変いいことだと。そしたら鬼食わないよ。みんなが健康に笑顔でいられるように。鬼は外、福は内。福は外、内。神社の方もコロナ禍で中止になりながら、まあ、ようやくまず第一歩を踏み出せたと。伝統を守りながらも時代の流れに沿ったお伝え方をさせていただければ幸甚に存じます。3年ぶりに復活した節分祭、八重かがし神事。地域の人たちの心の拠り所として伝統を守りながらも、今なお時代に合わせて変化し続けています。